マウンド上大勢が不在の中、守護神は中川です。今日4番手でマウンドに上がっています。左対左という対戦です。キャッチャー小林が入っています。これが野上さんもおっしゃっていたスライダーですね。相当曲がりますよ。そのボール投げ込んだ中川です。そして6番のビシエド、ワンボールワンストライク、高いバウンドになりました。ショート坂本うまく取った、一塁送球、ものすごいプレーを見せました。見せる男坂本勇人。いや、野上さん、今のプレーいかがですか。いや、これ難しいですよ。高いバウンド、ショートバウンドでもないんですよね。ちょっとね、バウンド的には中途半端なバウンドなんですよ。それでもうまくね、こうグローブの中にボールを吸収させるというかね、まあ、簡単なように見せるという2回の表2アウト。このままいけば山崎伊織が今シーズンの8勝目を挙げるということになります。今日はジャイアンツが4点、1回2回で先制、5回にも1点追加、8回にも1点追加、いい形でゲームを進めてきました。最後はスライダー、空振り三振、中川が締めました。坂本帰ってきてジャイアンツは3連勝。7月最後の3連戦6対3、昨日に続いてドラゴンズを下しました。